あ、どうも木村です。田崎です。なんかもうあれっすね、もうありきたりなんで、懐かしいどうなる太田のあのボックスを持ち出しました。わーい、すごい、変化球って書いてある、そのまんま、そのまんまですね、まんま持ってきた。はい、でこっちがあの何これ、アイロンの種類。あ、アイロンの種類ですか。アイロンの種類が入ってる、コテとストレートとか、うん、なんかわかんない、モロモロスタイル。でこっちがその噂のスタイル。噂のスタイル、うん。なるほどな、すげえ、いろいろ入ってる。これ見ちゃいけないですよね。そうだね、なるほど。俺が適当に作って入れた。 OK です、 OK です。まず最初は何、スタイル、スタイルからですね。じゃあ僕目つぶって引いたらいいですね。いきますよ。これだ。おお、で次は何ですか。これね、これ次はあのアイロンの種類。アイロンの種類、これですかね。そう、いいよ。目開けていいですね。開けちゃった。目開けちゃった。今日は字汚すぎてやばい。おろしで、おろしでエロ目で、コテで16ミリで。コテ16ミリ。なるほど。コテ16ミリでエロいおろし目でセットしてください。オッケーです。長いよ俺今。長いですね。長い。ちょっと。決めた、了解しました。うっす、お任せください。やっていきましょう。じゃあコテを使うということで、まあ日頃アイロンとかでできないパーマ風、パーマ、ね、アイロンでは再現しづらいような感じでいきましょう。お願いします。やってきます。え、寝た。ドライバー終了です。めちゃくちゃ重いな俺、うん、で、今日使うのがこちらですね。コテ16ミリでございます。てってれー、やっていきます。素早いっすね。そうっすね、手つきがエッチですよ、ね、これエッチだね。エッチだね。まあカールがくっきりコテは出るので、入れた後に振ってあげて柔らかめに仕上げていきます。やばい、その技術エッチだね。僕はね、2月切るんでね。はい、2月バッサリ切るんで。何にするんですか。ショート、ショート。いや、ベリーショーっすか。うん、あ、何ですか。
量多いな。髪細くない？髪は細いですよ。髪細い人はね、髪重くてもパーマ簡単にかかりますよ。ケアさえしてくれれば。キムチだ、キムチ。いや、それキムソやん。キムソやん。キムソやん。めっちゃいじられんだよね、キムチとか。でもキムチっぽいですもんね。確かに。いいじゃん。いい感じっすね。まあお題だからね。お題は、まあ、下げさんの髪の毛で下げロバングコテパーマ風ってなるとこうなりますね、うん、ちょっともう前髪が長すぎるのでエロさをもう超えた感じになっちゃいましたね。今日はこんな感じです。伸ばしかけでもまあスタイリングはできるんで可能ですね、うん、なのでもうパーマを伸ばしてる途中でパーマをかけた方がいいかなって僕は思います。伸ばしてる途中に？そうですね。あ、なるほどね。ポリッとしたカールが欲しい方はアイロンでするのがちょっと難しいのと、僕が今日使ったコテも自分でするのは多分難しいので、なるべくパーマの方がいいかなって僕は思いますね。ぜひぜひぜひお任せください。僕たちもご予約の方もインスタグラムの方も概要欄の方に貼ってますので、ぜひお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また何かやります。やります。あれ、あれ満腹。いやでも